はい、とりあえず自己紹介からね。待って待って、やばいよ、チーク。こっちやばくない？やばー粉みたいになってる。やばー、ほらこうやってね、の先住民族みたいに、こうやって泥かなんか塗ったんだよ。アイズワンのさくらたん、さくらたんが使ってたから、これ使ってる。塗り方多分じゃ違う。まあそんなそんな、こんなこんなで、サニッチです。ためになるならなるです。おい皆さん、まあいろいろ今まであの ASMR で結構お菓子食べてきたじゃないですか。食べた。で ASMR 界って結構いろいろあるのね。食べるだけじゃなくてスライムとかもあるんだけど、今回クレイクラッキング聞いたことあるをちょっと作ってきたので。すごい。でこれ成功してたら、うん、何度かやっていきたい。こ今後そういろんなやつやっていきたいと思ってるんですけど、今回はパンを作りました。パン、おーすごい、小学生の工作パンです。すごい、いやすごいよ。え、いや思ったより、おーちょっとなんか毛がめっちゃついてるのは何なんだろう。じゃあ全部説明させていただくね、うん、まずね、クレイクラッキングっていうのはあの石膏とかトップコートとかを紙粘土とかなんかそういうのに塗って、うん、潰すとパキパキパキって言っていい音がするっていう ASMR なんですけど、でだからこれ紙粘土で作って、その上から石膏を何度も何度も塗って乾かして塗って乾かして塗って乾かしてってやって、おー硬い、硬くして。一から作りたかったんだけど、一と一に、でもめっちゃ石膏を何度もやるから結構時間かかって、だからちょっと今日とりあえず作ってこようと思って作ってきたんですけど、100円ショップの筆を使って石膏塗ったり絵の具塗ったりしたんですね、で100円ショップの筆って結構毛抜けるやつだったんですよ。おだからあの毛と石膏が混ざってきる。いやなんかね、ちょっと恐怖なんだよね。わかるわかる。そう、毛ばじり、毛ばじり、毛ばじり。ほらこれ絵の具の毛、絵の具の毛じゃない、絵の具の毛じゃない、絵の具の筆の毛だから、うんうん、安心してほしい。あ、そう、別になんか人毛とかじゃない、人毛とかじゃないし動物の毛でもない。ちょっと紹介させていただきますね、はい、まずこちらがメロンパン。え、これすごいいい感じじゃない？そうそう、いい感じ。一番ベロンパンがうまくできた。ベロンパン線はどうやって作る？線は、え、すごい嬉しいこと聞いてくれるじゃん。いやだって気になるじゃん。ちょっとそう、あの線はね、なかったから筆の後ろで。は？すげえどっちじゃん。これは何パンでしょうか？石？石パン？アンパンだ、アンパン。大正解、アンパンです。え、待って、粒黒だっけ？黒もあるかな。わかんない。私のイメージは普通のセサミンっていうか、うん、あ、セサミン、セサミンじゃない、セサミンじゃない。で、こちらがロバ、ロバじゃない、ロバパン。あ、でもウサギパン、ウサギさんパン。おー、これこそ顔あってもよかったんじゃない。じゃあ、あら、ここに命を吹き込んでください。わかりました。バリバリにするけどね、バリバリにするけど。はい、命が吹き込まれました。で、これがチョロコロネ。チョロってしてるからチョロコロネ。でもチョロコロネ。チョコ中はないやんけ。チョココロネやったの。これ多分空洞があるからバリバリバリっていきやすいかなと思ってちょっと一回作ってみました。で、こちらが食パン。すごいちっちゃいけど、これはコッペパンじゃなくて、なんだっけ、なんとかロール、バターロール、バターロール、バターロール。誰言った？バターロールです。バカロールです。バカロール。はい、すごい。これが、お、これなんだ、バターロール大。なんじゃそれ。でもこれなんかちょっとぽくない？このぽくぽく感、私クロワッサンとかにも見えるかも、うん、でね、絵の具の色ぼかしたはずなのに全然ぼかせてなかった。とりあえずこれを。すごい、めちゃくちゃいいじゃないですか。本当ですか？すごい。しかも、しかも中からスライムみたいな粘土が出るパンがあるんです。中身、めっちゃすごいじゃん。だけどどれに入れたか覚えてなくて、はい、だからそれはもう引いた人のお楽しみですね。おー、わかんないんですけど。でも私の一番の力作、メロンパンをいいですか、差し上げます。もちろん。
間違う。嘘、まだ足りんというのか。もっとパキパキ。もうね、やばいわ。まあこれは研究段階ですので。なるほどね。はい、ちょっと私試作か。そうですそうです。ちょっと私もメロンパン行ってみたいと思います。はい、行きます。え、なるほど、作りたかったのはこれじゃないもん。違うの、もっと硬い板チョコみたいな。そうだもん。あ、板チョコまで行ってないな。夜作りたかったのはこれじゃない。なんて言うんだろうね、板チョコまで行ってない。2日間ぐらい石膏塗ってたんだけど。夜寝る前に石膏塗って、朝起きて石膏塗ってるの生活だったんだけど。もうさ、天日干しぐらいの勢いで行った方がいいってこと。いや、ほんとね、そうよ。それじゃあ、なるの力作、なんか中に入ってるかもしれないやつ、いきます。すごいね、すごい。スライム、なんかちょっと力作だった。すごいいい感じ。じゃあこれいってみるね。いってみよう。でもこれは硬いよ結構。ほら、お、ということで残骸がたくさん。でもなんかね、成功するパターンはなんとなく分かったような気が、うん、なんか切り込みが入ってるやつの方が、うん、パリパリしてる、ね、パリパリした。あと、うん、やっぱ薄かったかも石膏が。もっと厚塗りしてちゃんと乾かして、また厚塗りしてちゃんと乾かしてみたいな。でちゃんとカラッとしたところで乾かすみたいな、うん、反省点が見えたよ。見えたよ。でも楽しかったよ。ほんとすごい。まだ作ってくるよ。すぐ作ってくるから。私決めた。何？世界一の石膏アーティストになる。え、何の話これ。じゃあ石膏アーティストになるためのこれ第一段階だったということで。そうです。じゃあ皆さん、なるの今後のね、アーティスト人生の最初の失敗をご覧いただいたということで。そうですね、今後の伸びしろに乞うご期待でございます。それでは、はい、また明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。今日もいつなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。